じゃあ皆さんのこんにちは。今日は長時間にわたりまして研修大変ありがとうございました。今日が6月28日で、震災の記念日ということで、今日その日本当ならば先ほどもお話しされましたように今日は48地区で避難訓練が行われる日だったんですけども、新型コロナウイルスの関係で全て中止になりました。それで福井市防災士の会をしまして、今日ですね、やはり何かしたいということで、今一番皆さんの関心があるのが、この新型コロナウイルスの中での避難所運営と、またその避難の仕方ということが非常に皆さんやはり関心がありますので、そういったことで今日、本日はこういった研修会を持たせていただきました。本当に皆さん休日のお忙しい中をこのようにお集まりいただきまして大変にありがとうございます。またこの休日の中を今日は危機管理課の谷口課長補佐にもこうやってこうしていただきまして大変に今日お世話になりました。ありがとうございました。で今さまざま今質問コーナー、意見コーナーもありまして、いろんな貴重な提言、また提案とか質問もありました。昨日もFBC ラジオで昨日岡本顧問が出演されまして、町の防災研究の松森さんと一緒にですね参加されまして、その時もありましたけど、広域避難ということが一つ課題として上がっておりました。また今ありますね、防災士としてどういうふうに今後地域に生かしていただけるか、こういったことも課題となりましたし、今さっき西本県外議員の方からも本当に貴重な3点、本当に貴重な私もお話したなと思いました。実際今やりますと、今お話ありましたように避難所の準備に非常に時間がかかります。その時に今居住班4名と今話してありましたので、4名で受付もしないといけない、問診も書いてもらっていけない、で間仕切りも作ってもらっていけない、消毒もしないといけないという、ね、本当にできるのか、実際その避難所の準備に何名いるのかっていうことが本当に私も課題の一つだなと思いまして、やはりある程度こんだけの人数は避難所を開設するときに地域の例えば自主防災会のメンバーをはじめですね、来てほしい、協力してほしいっていうその目安となる人数っていうのがやはり私も必要だと思います。先ほど非常に曖昧なやはりもっとスピード感を持って、それでやはり今話してありましたように避難所の運営訓練をやはり各地区想定しながらね、スケジュール組んでスピード感を持って早くそのやらないといけない、マニュアル化更新を待っていたんではダメだというお話が今ありまして、私も本当にそのことで、私はもう地元の木田地区ですけども、早くやろうということで今はもうお願いしてるところでございますけども、言わないとしないのかというところがありますので、そこはやはり全てが平等に避難所運営訓練をスピード感を持ってやれる体制づくりを、しないといけない。今日は県外議員の方からそのようなご提言もありましたので、ぜひこれはもう私たち総意でぜひお願いしたいなというふうにも思うわけでございます。その他にもいろんな今日は貴重なご質問もありました。今防災士に非常に期待がかかっておりますので、私たち防災士も地域防災力の向上を目指してやはり防災士になっておりますので、それからは分散避難ということで避難所だけじゃなくって車中泊もあれば在宅避難もあれば、また友人知人の家の避難もあれば、例えば青空避難テント泊もあれば、また地域で避難にふさわしい場所を探して、公共であれ民間であれですね、そういうところに避難するということで、今一人一人がどこに避難するのか、この安全な場所というのを、昨日マイ避難所という言葉がありましたけれども、自分一人一人が安全な場所をどう見つけるのかというのが課題になります。その防災知識ということがやはり一人一人が防災知識を身につけるのが大事になりますので、やはり私たち防災士がこういった今日も研修を受けましたので、そういったことで集まってこういうふうに防災啓発をする場も必要ですけれども、一人一人がやはり自分の身近なところで防災啓発をしていただくことが非常に防災士としても大事だと思いますので、これからもですね活動の方よろしくお願い申し上げます。福井市防災士の会としましても、また福井県防災士会としましても、このような今年1年は研修を中心として
取り組んでいただいていきます。そしてまたその知識をぜひ一人一人が身近なところで発揮してもらうという取り組みを今年の大きな携わの一つとして取り組みますので、どうかご協力ご支援のほどよろしくお願い申します。大変長時間になりましたけども、本日はありがとうございました。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。で最後に事務局の方からお知らせですけども、今年度ですね5月にグローバルフェスタというのが発表してあったんですけども、これも中止となりました。また8月にですね福井市危機管理課主催のですね、防災フェア、これも中止というふうになっております。ですから今年度はですね議員はほとんど行われませんけども、今下畑くまも言われました通り、今後はですね、自治会等でですねなんとかいい形での研修からですね、また計画しますので、その説は皆様、ご指摘の方、よろしくお願いします。また、下半期はですね、当初総研の時にも入ってました通り、三遊亭京楽という防災学問をする、新内もいますので、そこもですね、もし時間が取れれば、ぜひ福井へ来ていただきたいというふうに考えております。そういうことでこれからもですねぜひ防災士を思い上げるということで、周りの方で防災士の方でこの会に入っている方非常に損をしてますよというふうな声をかけてもらって、こちらの方に入っていただくよう勧誘のほどもよろしくお願いいたしまして、本日の研修会を終了します。本日はどうもありがとうございました。ごめんね。